はい、半前尾先生です。ですね、1時間足のですね、ハイ&ローの、バイナリーオプションインジケーター用のインジケーターです。で、こちらのタイプは勝率よりか、ピップスですね、利益ピップス、35.250、今いいのが出てるんですけど、黄色はね、赤はまだ見つかってないんですけども、平均ピップスで、分析する方法のバイナリーオプションのインジケーターです。上は現在の 50% のニコン投資の 58.00 ピップスですね。現在で見つかったものはこちら2行目になります。 66.7% 勝率で、ピップスが平均1個あたりのシグナルのピップス利益で 35.250 であると。で、12個シグナルが出てますよということですね。で、残り分析時間が3469秒となってます。ここに英文で文字書いてありますのでね、分かるかと思います。この行数ごとの意味ですね、英語で書いてますので分かるかと思います。説明するほどでもなく簡単です。まあ、P となったのは何か、さらにこの2番目よりかいいのが見つかったで入れ替わったかと思います。一番いい状態がここにローディングされていきます。見つかっていきたいんで、これまた1時間分析とな、1時間更新の分析となります。なければ1時間後白文字になって、この 2行目に見つかった勝率とピップスですね、でシグナルを出し始めます。白文字になりますね。で、1行になります。でですね、まあ、他の分析方法と違うのは、勝率は、ある基準以上、55% 以上にしましてね。で、このティップスですね、このティップス 35.250、まあ、現在は 4.00 ですね、この1行のね。この勝率は 50% だと、この形だと、シグナルだと、図形ですとね、チャートだとそういう勝率であるということなんですけど、まあ、設定値でいいかな、処理がね、ちょっとね、名前はちょっと違いますけど、同じものです。どういうことなのかな。動作がね、遅くなっちゃってるんで。で、まあ、これ分析してるんですけど、パラメータね、こう、あるんですかね。これは、これ以上、10個以上の取引で分析させて、これライン数ですね。ということですね。これは、今までのバイナリーオプションの設定値と同じですね。これをね、多くすると再生性はありますけど、数シグナル数が多くなる関係上、稼ぐピップ数量の平均値が減る、またパーセント値が悪くなるわけですね。まあ、これが良し悪しなんですけども、多くした方が、同じようなに、もう、その、この、分析データ通りに大体ね、勝率とか、ピップスでね、投資できるんですけども、稼ぎ数が少なくなりますね。だから、どのぐらいの量にするかが問題ですけどね。数を、今だから 3個ぐらいにする、10個ですか。10個で分析させてるわけですね。10個以上でね。で、こう分析されて、こちら辺も分析してるわけですね。で、この時間タイムリミットで0になったら、ね、白文字になります。これはないんで、もう延々3、1時間、1時間ってなってますね。この文字は。まだ何も見つかってない。で、こちらは、
NZD/USD は 70.8% の24個のシグナルがあって 19.375 ピップスですね。1個あたりのシグナルの平均のピップス量ですね。これはね、とにかく今までと違うのでは、ピップスでね、平均ピップスで、分析しています。勝率ではありません。その平均ピップスの多いものを探してますというのでね、今販売中のものですね、がこのような方法で分析してシグナルが出されるということをね、ちょっと紹介しております。どうもありがとうございました。この説明ね、販売物の説明、また無料で USD JPIU は無料で利用できるようにしております。ライブでも使えます。それでね、稼げるんでしたら、稼げるんでしたら購入してください。稼げない場合はね、USD JPIU で使って稼げなかったら買っても意味ありませんからね。この調整とか設定でうまくしてもできないっていうのはね、で稼げない場合は購入は絶対しないでくださいね。そういうことでね、遊びではね、サンプル USD JPI をライブで使えますから、絶対遊びでは利用しないでください。そんなことですね。まあゲージはちょっと今と違って、1行目が現在、2行目が一番いいね、成績のものを見つかったものが残ってて、3行目は分析の残り秒ですね。0秒で この2番目の、ね、シグナルが作られて出されますということですね。どうもありがとうございました。バイナリーオプションのピップスで求める方式のバイナリーオプションのインジケーターの1時間足用ですね。1時間で5分足でやってます。MT4 の5分足用ですね。ということでね、ご紹介いたしました。どうもありがとうございました。